初日の最初のゲストをお迎えいたします。はい、もう大好きな方多いでしょう。この夏初来日を果たしましたあのガールズグループです。お迎えする準備できてますでしょうか。では早速お迎えいたしましょう。ウアの皆さんどうぞ。ふぅはーい、おそうせよおそうせよ。はい、ではもんちょんインサルルプタクリゲスミダご挨拶お願いします。おバイクで、せーの、エブリワンシーチャンス、こんにちは、ウアです。ウアの皆さんありがとうございます。じゃあアンジュシュもうもんじゃんじゅう、はい、まずお座りいただいてここからお話聞いて、みんな可愛いよね、可愛いっていう声が会場漏れてますけれども、じゃあ改めて半秒式チャギソゲループタキリゲスミダ、お一人ずつ自己紹介お願いします。はい、こんにちは、ウアのルーシーでよろしくお願いします。こんにちは、ウアのウヤンです。会いたかったです。こんにちは、ワノナナです。聞いてしてください。あ、期待してくださいね。期待してください、はい、もう何を聞けばいいか分かりませんでしたけども、キレイジュセヨでございます。はい、はい、こんにちは、ワノソラです。ただいまー、あー、おかえりこんにちは、ワノミサです。楽しみましょう。はい、みんな、おそうせよ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませほぼ居酒屋でしたけれどもね、ありがとうございます。ということで改めてね、ウアの皆さんご紹介したいと思いますが、2020年の3月、デビュー前にもかかわらず TikTok のショートクリップが1500万回の再生を記録するなど話題を集めまして、その年5月に満を持してデビュー。現在は TikTok のフォロワー数が180万人という人気っぷりです。さらに自由が丘のスイーツフォレストの公式アンバサダーとしてご活躍されていらっしゃいます。また Mnet Japan で初の単独リアリティ番組が放送されるなど、今後も日本での活躍も期待されている勢いのあるグループ、それがウアです。はい、ウアです。ねえ、たくさんのコメントもいただいております。はい、今世界の方が見てます。はい、はい、配信でね、世界中の方が見てくださっておりますけれども、はい、たくさんのコメントありがとうございます。ということで、7月に初来日された時にはね、イベントとか番組撮影あったと思いますけども、はい、チロリルボネーソークイゴチョコハショッチャのよ、ね、イベントスケジュールと一個、はい、落としょっすよ最初は。はい、まず7月に初めて日本のファンの皆さんと会うことができたんですけど、もう本当に夢のような気分で、あとファンの人の目が本当にキラキラしてて、それがもう忘れられません。はい、今日も会場にいらっしゃるね、ファンの皆さん目がキラキラしてますか。パンちゃんパンちゃん、はい、はい、ありがとうございますね。そんな日本のファンの皆さんに会えて嬉しかったというウアですけれども、 SNS ではね、渋谷とか原宿とか、はい、いっぱい写真撮ってましたけれども、イルボネ中央軍어떤지역에있으세요그때치료를오셨을때네엄청많은데요저희다같이맛있는야끼니쿠도먹었고요라라라라 또저희쇼핑도하고프리쿠라도찍었어요맞아요그리고또저희그저께또저희샤브아어제는샤브샤브먹고어제샤브샤브 네어제는또그저께는라멘이랑함박스테이크도먹었어요함박스테이크 고기만먹고있네요 肉ばっかり食べてますね。ね、너무맛있더라고요。そうですね。7月に来た時は本当に美味しいものをたくさん食べました。焼き肉も食べましたし、またショッピングを楽しんだり、プリクラを撮ったりもしました。そして今回の来日では、昨日はしゃぶしゃぶを食べましたし、一昨日はラーメンとハンバーグステーキも食べました。本当に美味しかったです。いっぱい美味しいものを食べて思い出も作ってるウアの皆さんですけれども、さて KCON 2022 ジャパン、約3年ぶりに本格的にここ日本での開催という形になりましたけれども、今日はウアの皆さんプレショーにご出演する予定ということなんですが、はいはい、日本で開催されるこの KCON にどうなんだろう、参加する今の気持ち、ドゥクンドゥクンはしごいすみか、どうですか。そうですね、まず KCON に出るのも私たちの大きな夢の一つだったので、本当に本当に嬉しいですし、
今回、たくさんの人にもっと宇和の魅力が知り渡ったらいいなと思います。精一杯頑張ります。はい、その宇和の魅力なんですけども、宇和へ魅力群おっとんぶぬんじ、簡単なげそれめへじしめちょくすみだ。宇和の魅力ってどんなところですか？あーどうもわなそ簡単なげそれめへじ、すいませんごめんなさい、チェソンみだ、難しい、チェソンみだ、ごめんなさい、魅力は本当に、じゃあ、じゃあ半妙しく話一人ずつ、一人ずつ一つずつご紹介ください。はい、宇和の、宇和の魅力は、のむきよった、はいはい、とってもかわいいところ、はい、パクス、拍手、はい、かわいいと、ウッキーだ、あ面白いところ、面白い、間違いな、はい、ファクシリー、はい、は拍手、はい、ダンスパフォーマンスが一番です。あー、はい、まじゃまじゃほんとね、ダンスすごいです。はい、ジャンです、ジャンです。ありがとうございます。はい、はい、誰よりもファン思いなところ。おー、誰よりもファン思いなところ、はい、間違いないね。おー、まじま最後だよ最後。そういえティマックがどもども좋아요。私たちはチームワークがすごくいいです。そうかそうか。チームワーク、チームワークはどういうところで어떤부분에서チームワークを볼수있을까요？저희끼리뭔가맞출때도정확하게얘기그러니까일할때는정확하게일도하고놀때는저희끼리진짜재밌게후회없이노는것같아서 후회없이 네 너무너무재밌게 そうですね、仕事をするときはもうきっちり仕事をし、またひとたび遊ぶときは本当に後悔しないぐらい思いっきりみんなで遊ぶというところでしょうか。はい、ね、それが宇和の魅力ということでね、一つずつメンバーからご紹介いただきましたけれども、ちなみにこの慶婚の会場を来てみてどうですか？ちょっと雰囲気、분위기느꼈어요？아우선은本当に大きいですね。아会場がね大きいよね。네、他には？또엄청오기전부터많이상상하면서많이설레어했는데또이렇게실제로뵈니까더좋고좋은시간만들고가고싶습니다。そうですね、実際に慶婚の会場に来る前は本当にすごくいろんな想像をしてワクワクして実際に来たんですが、ファンの皆さんともこうして会うことができたのでとても嬉しいですし、ぜひ楽しい時間を過ごしたいなと思います。はい、そしてね、今年で実は慶婚がケチ10周年なんですよ、慶婚、はい、開催10周年を迎えるというですね、はい、特別な年になってるんですけども、10年って結構ね長いスパンだと思いますが、宇和の皆さんは新年후10年後어떤グループを활동하고있을까요？どんなグループになっているでしょうかね、10年後。はい、일단은ケイコンミレニアムよ、너무축하드리고요。네、수많은선배님들아티스트분들께서이제열심히최선을다했하셨던것처럼저희도최선을다해서열심히해서10년후에는모두에게다방면으로인정받는그런멋진그룹이되고싶습니다。かっこいい。まずは結婚10周年おめでとうございます。今までたくさんの先輩アーティストの皆さんが最善を尽くしてここまでいらっしゃったのと同じように、私たち宇和も本当にベストを尽くしていきたいなというふうに思います。そしていろんな多方面において皆さんからちゃんと認められるようなかっこいいグループになりたいと思います。いい目標を、ね、持ってらっしゃいますけれども、そういえば自由が丘のスイーツフォレストの公式アンバサダーをね務めていらっしゃるじゃないですか。はい、일본 방문때도 가셨어요？네。あ、もう今回も、はい、スイーツフォレスト行ってきた。そうなんですよ。おお、さすが、さすが公式アンバサダーですね。さすがですね。はい。ちなみに公式アンバサダーですから、みんなにおすすめしたい韓国スイーツ何かあったら教えてください。韓国系。やっぱり私は。はい、トゥンカロンがもう一番美味しい、はい、ぜひ食べてみてください。ぷっくらふっくらしたマカロンですよね、はい、マカロンです、トゥンカロン、はい、この中でトゥンカロン食べたことある人、結構いるいらっしゃいますよ、トゥンカロンね。他には다른거없으세요？한국인절미아세요？あ、インジョルミ、きなこ餅、きなこ餅、きなこ餅ね。はい、もち。はい。저는약과요。私はですね、薬과というちょっと甘い揚げ菓子みたいな。この花の形、こんもやんでね。ちょるぎちょるぎですよね。もちもちしてるやつ。
あー、おじさん、좋아요。はい、私大好き。確かに美味しいよね。다른거、もんが、최근에한국에유행하고있는スイーツが있어요？最近韓国で流行ってるスイーツは、アシャチュ、韓国系ディジョットンがよ、アシャチュって言って、アイスティー、シャチュがの略なんですけど、アイスティー？アイスティーにあのエスプレッソを追加した飲み物なんですけど、ちょっと待って、アイスティーに？エスプレッソ？そうなんですよ。もうそれがめちゃくちゃ美味しくて、私たちも毎日飲んでます。え、どんな味が、どっちが強いの？アイスティーとコーヒーが。交互になんか味わえる感じで、交互に、あれアイスティーかなって思ったらなんかコーヒーの味したり。アイスティーコピーが割ったかったへよ。そうなんですよ。口の中で？そう。一般ね、そう。最高です。飲んだことある人この中で？あ、いるね。おお、いるね。え、そう、アシャッチュ、アシャッチュ？アシャッチュ、シャッチュ、シャッチュ、はい。シャッチュ？シャッチューじゃない。はい、かわいいかわいい。シャッチュー。シャッチュー。はい、ちょっとおかしいおじさんになってます。はい。さあ、ということでいろいろお話を聞きましたが、ここからはですね、ウアの皆さんの魅力がさらに皆さんに知っていただこうということでミニコーナーを設けてまいりたいと思います。何ですか？何ですか？気になりますよね。はい。いつも仲良しなウアの皆さんならもちろんお互い何を考えているか分かりますよねということでこんなコーナーを準備いたしました。題してウアの以心伝心ゲーム。ウアの皆さんちょっと聞いていいですか？チルムハネスミダ、チェガーク前入ってまだ僕が言うたびにウアーっていうのはこれプロモーションですか？チャギエプロモーションですか？うわーっていうのは、はい、そうです。はい、メンバー感が荒れておりますけれども、さあそれではですね、これから、はい、こちらの箱の中にメンバーの皆さんにですね、この中にお題が書かれたカードが入っております。でこれを1枚ずつメンバーの皆さんに引いていただいて、ここのカードに引いたメンバーはなんと答えるかを他のメンバーは予想して一斉にその答えを言っていただく。例えば、ルーシーさんにこれ引いて、私が一番好きな食べ物はっていう、こう質問が出てきたらルーシーさんが何と答えるかを他のメンバーが考えてチェガハナトゥルセって言って一緒に答えていただく、はい、そしてルーシーさんが何を想像したかを当てるゲームということでございます。はい、じゃあ、はい、行きましょうか、順番に行きましょう、はい、じゃあどうぞルシさん。はい、じゃあスタッキードキドキドキ、はい、ね、はいはい、それではまず最初ルシさんから参りましょう。何かな、はい、これですよ。はい、私が好きな動物は何という。動物、何、はい、さあメンバーの皆さんシンキングタイム考えてください。あ、小屋、はい、あ、三段ヘジュしましご、チャギエカッチャ、これが、はいはいはい、相談して答えたらまるで意味がありませんからね。すみません。いいですいいです、最初なら OK です。はい、はい、2回目は許しません。はい、さあそれでは大丈夫？はい、大丈夫です。発射せよ、ね、はい、じゃあ行きますよ、ルーシーさん左打せよ、はい、行きますよ、じゃあメンバーの皆さん行きますよ、はい、ハナトゥーセ、犬、おお、犬、小屋、猫、あれ犬猫割れましたね。あれれれ、ではルーシーさん、手だぶん、答えは猫好きです。あらららら、めちゃった、ね、猫って言った人は、じゃ 猫の人、おはい、あ、みんじょちゃんとゆんちゃん、早速2人ですね。はい、ちょっとドキドキしましたが、ルーシーさん、コヤギがおとん部分に調和せよ。猫のどんなところ好きですか？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。あと、反転魅力。あ、反転魅力。ギャップがある。너무귀엽고시크한매력이너무좋아서네可愛くてとてもシックな魅力があるところが好きです。ルーシーさんはどっちかというと、カンガジ、コヤギ、おとんタイプよ。チャギヌ。ご本人はどっちかタイプ？私ぬんいいですよ、私ぬん行きましょう、私ぬん、はい、
강아지? 아, 하이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  네, 강아지. 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 멤버 분들 다 맞습니까? 네. 맞아요. 확실히 이누입니다. 확실히 이누. 네, 確か に 이누가다라고 네. 아, 이누다 ということ ですね. はい、ありがとうございます. メンバーの皆さん、 파이팅. 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 합세て 네. 합세て ください ね. はい. じゃあ順番に行きましょうか. はい。 じゃあどうぞ引いてください。 さあ、何でしょうか? では ポユジセをお願いします。はい、何でしょう。ポユジセを。ダラン。趣味。私の趣味は趣味ね。趣味。さあ、シンキングタイムです。メンバーの皆さん、お願いします。趣味。オッケー。オッケー。大丈夫？はいはい。はい。じゃあ行きますよ。行きますよ。はい。ハナトゥセ。ドラマ。 ちょっと待って。何ですか？何ですか？もう一回言ってください。じゃあハミヨシ？ル、ね、ちょっとドラマ見ること。私もドラマで。お、ドラマ見ること。お、ヒデポナギよ。携帯見ること。趣味が。ルシボギ。私を見ること。ああ、誰だ。さあでは答えを教えていただきましょう。テダブン。 達也君で。みんな違う。苦しい。私が考えてたのとちょっと趣味というあの領域では違うんですが、みんな答えてくれた中ではドラマを見ることかなと思います。逆にみんなと違うんだけれどもっていうのは逆に教えてほしいですけど。うん、何？あ、日記すぎ。日記を書くことです。日記を書くこと。みんな、みんな健ちゃんな？大丈夫？ えーって言ってますけど、大丈夫ですか？若干怪しいですけど、若干怪しいですけど、いやでも残念ですね。当たってた人いませんでしたね。大丈夫です。大丈夫、ここからね、ここから盛り返しましょう。はい、じゃあ引いていただきましょうか。お願いします。ナナちゃん、はい、お願いします。どこどこどこ。はい、ポユジュセを。 私が今会いたい人。私が今会いたい人。さあ、それではメンバーの皆さん、シンキングターン。これはわかるかもしれない。これはわかる。みんなわかるよね。あいち。あいち。あいち。ちゃんかま。そらさん。イエローカード。イエローカードですよ。はい。そりゃそんなこと言ったら僕もわかりますよ。それは会いたい人。じゃあ行きますよ。じゃあよろぶん行きます。 하나、둘、셋、どうぞ。せーの。わお。わお。いや、ちょっと待ってください。一応聞きましょう。一応ね、ナナさん。はい。答えはテダブン。わお。会いたい。会いたかった。すごい少数でした。ああ、ね、それはもちろんですよね。あの世界中のね。 ファンの皆さんに会いたいというお話、この間もね、日本に来た時してらっしゃいましたけれども、でも、ナナさん、その中で他に会いたい人がいたら誰ですか？私の犬。私の犬。ちょっと犬話が続きますね。ああ、そうかそうか。 スケジュールがあったらなかなか会えないかね。スケジュール必要もあんなら、そうですね。まずはそうなんです。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きます。そらさんごめんね。はい、お願いします。はい、そらちゃん、はい、お願いします。私が最近ハマっていることは、バージョイヌンゴ。さあ、何でしょうか。メンバーの皆さん、シンキングタイムですよ。 考えましたか？大丈夫？ちょっと待ちます。わかりました。はい、大丈夫ですよ。行きますよ。はい、では行きます。せーの。ミルク。ぐちゃぐちゃですね。え、何ですか？何ですか？その練習。練習と私は答えました。練習。練習の鬼ですか？はい、正解ですね。正解。当たってます。うん、当たってます。ナナさん、私はミルク。ミルク。牛乳ですかね。牛乳にハマってる。
あなた、そらちゃんはミルク本当に好きです。あ、びっくりしました。あなたはミルク好きですよ。僕牛乳好きだっけなって思って、はい、すみません。いいですいいですいいです。あれ他の人はウヨンちゃん、ウヨンちゃんはハチョコ、ホットチョコ、あ、ホットチョコ、はい。ルーシーさんは건강、健康、健康、はあ、はい。じゃあそらさん答えは、この中に正解います。お、いる、はい、はい、牛乳です。牛乳、うわそどうし、今牛乳にハマってるんですか。細かく言うと、今牛乳、あったかい牛乳の中に蜂蜜を入れて飲むのにハマってて、はい、そうなんですよ。で、ウヨンちゃんが言ったホットチョコ、ココアなんですけど、ココアも本当に前からずっと飲んでるものなんで、うん、ウヨンちゃんも若干正解ではあるんですけど、もう最近ハマってることって言われたら、やっぱり牛乳に蜂蜜かなって思って。あ、はい、喉にもいいしね。そうなんですよ、おげそちょんか、はい、はい、なるほど。さあ、では最後ね、どうでしょうか、みそちゃんかな、はい、はい、じゃあ行きましょうか、ラスト、はい、ラスト、お願いします。はい、はい、頑張れ頑張れ、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ポユジュセヨ。私が今夜食べたいメニューは、ごめんなさい、食べたい、そらさ、ごめんね、はい、今夜食べたいメニュー、ちょっとこれはさ、さっきヒントがいっぱいあったんじゃないかな。小木メニュー、計測、ま、嫌げ、はしご一つにか、ね、お肉の話いっぱいしてたから、ね、じゃあメンバーの皆さん、はい、準備 OK ですか。わー、でもミンソちゃん食べたいものいっぱいあるからな、はい、今ミンソさん確実にまばたきで喋ってましたよね、こうやって目で目でこうやって言ってましたね。じゃあ行きますよ。はい、わかります。お、はい、じゃあせーの、たこ焼き。寿司とたこ焼きが、寿司寿司寿司、はい、私たこ焼き、たこ焼き、はい、ウヨンちゃんは焼肉です。焼肉かたこ焼きか寿司か、もう海から山まで幅広く行きました。さあ、ではテダブン、정답있어요。お、正解が出ました。何ですか。何でしょう。そらちゃん、たこ焼き。たこ焼き、はい、そうですか。たこ焼きは、たこ焼き、あれ、ちょぼね드셨어요たこ焼き、いるもの忘れて、저희가만들어서먹긴했는데、あ、作って食べた、네、はい、네、진짜맛있는たこ焼きを먹어보고싶어요。本当に美味しいたこ焼きを食べてみたいです。すごいですね、本当に美味しいたこ焼きを食べてみたいと。なるほどね、はい、진짜맛있는たこ焼きに진짜맛있어요。ね、本当に美味しいですよ、ね、ね、で皆さんね、はい、美味しいたこ焼き、でも関西行って食べてほしいな、はい、大阪カシミョンとマシケモグルスいるんで、はい、はい、ということで、どうですかね、シンクロ率皆さんどうでしたか。ウアのありましたね、ありましたありましたありました、ありがとうございます、ありがとうございます。完璧なチームです、はい。ということで、ウアの一心伝心ゲーム、ここまでお届けしました。うわー、面白いですね。でもね、皆さん楽しい時間も、マムリシガン、お別れの時間がやってきました、もうあっという間に30分、30分ですね、はい、ということでございまして、久々にね、こうして日本のファンの皆さん、そして初めてウアのことを知るという皆さんにもね、その魅力伝わったかなと思いますが、はい、じゃあせっかくですから、ハミヨシインサー、ヘジシミチョケスミダ、お一人ずつ、はい、じゃルシーさんからいく、はい、はい、이렇게우리일본와우분들만나서너무너무행복하고이렇게또얘기할수있어도너무재밌던것같습니다또좀이따봐요와우들사랑해요와아이스테르このように日本のワウの皆さんに会えて本当に幸せでした。そしてお話もできてとても楽しかったです。また会いましょう。네저번에왔을때도너무너무고마웠던기억이있는데이렇게오늘또만나게돼서너무좋고오늘도아주행복한시간보냈으면좋겠어요고마워요ありがとうございます。はい、前回来日した時も本当に皆さんに対してありがたいなというふうな思いでした。今回もこのように皆さんにお会いできてとても嬉しいです。今回も幸せな時間が送れたらいいなと思います。はい、
하이. 하이. 저번에 이어서 이제 두 번째로 다 같이 방문했는데 그때보다 더 많은 이제 와우들이랑 모든 분들 만나뵙게 돼서 너무 반갑고요. 이따도 저희 무대 많이 기대해 주시길 바라고 항상 같은 마음으로 함께 했으면 좋겠어요. 이쯤오 아카르쿠 아이따이 아이따이 아리가또 前回に続いてまたメンバーみんなで日本を訪れることができました。今回より多くのワウの皆さんそして皆さんにお会いできたこととても嬉しく思います。本当に後ほど私たちのステージもどうか期待していてください。いつも同じ気持ちでこれからもご一緒できればなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そらさん。はい、久しぶりにこうやってファンのみんなのお顔を見れてとても嬉しいですし、この後私たちのステージも本当に一生懸命準備したので皆さん最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。じゃあ、마지막에민서ちゃん。네、오늘이렇게저희보러와주셔서너무너무감사하고나중에무대도많이기대해주시고이번1번에도너무좋은추억으로남을것같아요。고마워요。本当に愛す、大好き。可愛い。今日は私たちに会いに来てくださって本当にありがとうございます。後ほどのステージもどうか楽しみにしていてください。今回のこともまた日本でのいい思い出として残ることだと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんスタンドアップリーズお立ちください。アップローファルトンケフェ軍これからの活動計画もし지금말할수있는部分있으죠。はい、あると教えてください。앞으로저희가지금까지해왔던것처럼이제저희만의음악들려드리면서이제와우들이랑도많이소통하고모든분들이행복해질수있는그런에너지를드릴수있게끔열심히더노력하겠습니다。へへ。はい。今後ですが、私たち今までしてきたように私たちならではの音楽を皆さんにお届けして、そして、たくさんのワウの皆さんとコミュニケーションを取れるようにしていきたいと思います。そして皆さんが幸せになれるようなそんなエネルギーを伝えていきたいなと思います。はい。まずは오늘은プレショーです。ね、それを보여주시면좋겠습니다。今日のステージがね、はい、まずはそのきっかけになることを願っております。ということでここでウアとはお別れとなりますので、じゃあ単純インサー부탁드리겠습니다。はい、せーの、以上ウアでした。ありがとうございます。ウアの皆さんでした。ありがとうございます。会いたかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大好き大好き。スキッピースキピー、皆さんスキピー。はい、もう皆さんスキピーになってますからね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、